よくとび職って殴られるとか暴力、まあ、結構つきものだと思うんですけど、ちなみに彼は今日初日なんですよ。パッて見たらもう食らって、はい、お疲れ様です。今日は、はい、昇龍っていう中華料理も来てるんですけど、今日は昼飯を食いがてら、よく飛び職って殴られるとか暴力、まあ、結構つくものだと思うんですけど、まあ、その話をちょっと広げていこうかと思います。はい、じゃあまずいただきましょうか。いただきます。いただきます。はい、じゃあ早速。暴力って言ったらお客さん見られたらなんだけど、俺殴りまくっとるな。今まで29で会社やって、とりあえず29ってことは僕ちなみに俺はお前殴ったことある？僕は殴られたことはないです。ない。はい。言葉で殴られたことは何回もありますけど。ね、お前はベトナム人技術者じゃん。はい。まあ技術です。はい。殴られたことある？ないです。もう嘘ついてるよ。でも材料はしょっちゅう飛んでくるだろ。はい。もう上から飛んでくる。レジェンドなんで、足技に飛んでくるだろ。レジェンド。伝説のレジェンド。物投げのレジェンド。ある？もう結構あるっすよ。やっぱ材料なんか飛んでくるのは当たり前じゃないですか。うんうん、クランプとか、うん、なんか間違えただけでビューン飛んでくるのがザラでもキングトシなんかそうっすよね。トシ君なんか手も出してるから。でも僕手出されてないですね。物しか出されてないですね。うん、どう新人あだ名なんかユンです。ユンやめよう。気持ち悪い。なんかあだ名にしてあだ名ですか。あ、じゃあユンやで。ゆうやで。あだ名ちゃうやん。センスねえな。筋骨マンや、筋骨マン。筋骨マンね。筋骨マン。筋骨マン。あ、筋肉マンの仕事できるようになったら名前書いてあるわ。あ、わかりました。昇格、昇格。お前、お前なんかあんの？ちなみに、彼は今日初日なんですよ。今日本当に初日で、まあ、芝は俺も組をちょっと動画撮りに行ったから。はい。でも、よう頑張ってたら、1年ぐらいやっとくわ。そうです。でそ他にはね。他には、まあ、解体か。解体です。ああ、解体屋、解体屋って、まあ、現場仕事がメインか。そうです。何歳今の？今22ですね、今年で。筋骨マンだって300歳ぐらいだよ。まあ今日から、まあ、YouTube に来たのかな。そうです。筋骨マンって、どうなの？よう動く？どう？どう？どう？まあまあ、俺は初日にしてはまあ。1年やっとったらもうちょっといけるんかなと思ったんですよ。まあ最初遠慮しようと思うよ。まあそれはですね。あんまりデサバレ、あ、もうデサバレって言うから。はい。俺のお口はデサバレだけどな。ちなみになんかお前、前の会社とかでなんか暴力絡みで職人の、はい、あるあるみたいなのありますね。何ちょっと材料を間違えて、新築現場なんですけど、ちょっと材料一個間違えて持ってっただけで、うん、材料間違えて持ってった、はい、あれ持ってこいって言われたのが間違えて、まあ、その時によくあるあるなのが、はい、その持ってった材料で殴られるのがあるある。あ、そうです。それでした。まさに、はい、まさにそれでした。何ちなみに材料何？ちなみにサブロック、はい、マジで？あげて。サブロックはまずいだろ。もうなんかもともとサブロックあげてくれって言われて。サブロックって一番長い長い柱っすね。柱だね。あんま太いし。そうです。厚みも違うもんな。厚みも違う。あれあげてくれって言われてあげました。そしたら誰がこんなのあげろって言ってんてっていうふうに言ってきて、うんうん、とりあえずお前屋根の上まで上がってこいっていうふうに言われて。そういうことは。そのことでバーッ殴られたんじゃなくて、はい、で、うん、屋根の上上がってったら、うん、まあ、上がった瞬間先輩がいなくなってて、そしたらキョロ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 してたら走る音が聞こえてきて、うん、パッて見たらもうドロップキック食らって。マジで？そう、戸建て？戸建て？もう新築の本当に屋根の勾配があるんで、はい、ここで食らって気づいた時には病室のベッドの中。嘘が。マジで？そうです。ってことは落ちたってこと？そうですね。下まで、はい、でも、うん、綺麗にゴミボックスがあって、ゴミボックスは鉄のバッカンみたいなやつ。そうです。鉄の結構6リューベル、はい、2メーターかける2メーターぐらいの箱とか。あ、そうです、そうです、そうです。はい、で、あの中に綺麗に僕が入っちゃって、あと縁とかだったら死んどるやん。そうです。そこにスポーンってはまった。綺麗にパコンって入ってゴミやん。金庫とかじゃなくてゴミやん。ここでズボーンって落ちたで、落ちて記憶ないの。記憶ないくて病院行って、あとあと聞いたらまあこうこうこうですよっていうのを聞いて、で、全身打撲の肋骨3本ぐらいいってました、ね、それ何も訴えることもなく、もうとりあえずもう会社にはもう訴えるんでって言ったら、もう会社がもう全力で止めてきて、いやそれだけはちょっと勘弁してください、うん、お願いやから。結果どうなったの？結果もう会社だけで丸く収まって金だけもらって。金はもらったの？慰謝料と50万ぐらい。あ、でも50ぐらいですね。
マジで、はい、それは病院代も合わせて、病院代も全部込み込みで、通院費込み込みで、仕事に休みも入るもんな。そうですね、労災も使えるもん。はい、すごいな、しじみ税やばいっすね。まあ、俺みたいなもんな。そんなに俺もっと人ですか。しげーって言って、まあ、何なんかない面白い話。面白い話。いや、めっちゃあるっすね。何あの、この人にやれてますよ。この人に、告白しろ、告白しろ、告白しろ。本当多分19ぐらいなんで、3年前ぐらいなんですけど。今20？ 24っす。24ね。あ、で5年前？5年前、だから上会社入ってすぐぐらいだったな。本当、その時力がなくて。うん。で、今勝てるって？そういう意味じゃないです。ちょっとお前黙って、黙って。で、力がなくて、うん、なんか材料を上げるのも遅くて、僕もう筋トレしろ筋トレしろって言われて、うん、ドバでひたすら腕立て伏せやられてで、できんかったら腹蹴られたりして、そう、筋トレしとる最中に、はい、あ、まあ、ちょっとふざけですけどね、あ、まあ、すごい痛かったんですけど、お前それ俺暴行俺その時に電話しとった、確かミッチ、持ってけ持ってけ言っとったかもしれない社長から空気に入れたんだよね。そうでもいい経験ですけどね、やっぱそういうの今思えば、はい、でもようやめんかったな。はい、分かるよ分かるよ、ちょっとミッチの方が事件、まあ、特にあるのはその飲みの誘いですかね。それ何を言って飲みの誘いじゃないそれはめちゃくちゃ難しいですけど、断ったらふざけてサンドバッグにされたりとか。マイひどいわ。そんなことしてないっすよ。まあ、わかんないです、昔はしょったかもしれない。だけどその俺は死んだからね。社長に殺されたから俺。僕は自分になろうが。逆にお前ないの、トシ君とか。まあそのまだ行っても俺もちょっと現場に出たって言ってたじゃないよ、ちょこっと人型リンク出たりしょって言ったもんな。僕でも、遅刻者か寝坊しかわかんないですけど、家に呼ばれて、とりあえず正座しろって言って、なんかズボン脱げって言って、バスタオル任されて、で、金属バット、この足の子に挟まれて、2人とも。で、その金属バット、あと誰？お前安い？僕と安いっす。金属バット踏まれながら、こうやって包丁を。包丁？やばいじゃん、それ。やばい。どういうこと、どういうこと、どういうこと。バットをどこにいるの？正座してる。正座してる、この間にいると。この間？そうっす。で、この足の裏の？そうっす。どっちかは踏む。で、その上に乗るってことだ。そうっす。めちゃくちゃ痛いやん。めちゃくちゃ痛いんですよ。うわーなんて別に。うん。で、動くと、手何動いとんだって叩かれるんですよ。はははは、包丁なんですよ。そうっすけど、もう、食事じゃねえよ、俺、やべえな、殺し合いやん、そんなの。でも、僕らはあれですよ。後ろに手行くんで、正座してるんですよ、思って。すいません。何やったの？何やったかも覚えてないな。多分電話も出なかったか、寝坊したかと。そんなことなくない？嘘だ、あいつ。どういうことすんの、あいつ。笑って。いや、マジだ、顔です。マジで真顔で。もう、僕それぐらいかな。それ以外は、まあ、あと、ほんと、まあ、ほんと、資材、頭を叩かれるとか、そんな軽いレベルですもんね。そんな当たり前だろ。そう、当たり前ですもんね。そんな、俺でも、今でも殴って、別に挨拶だと思ってる。別に。ピコハンマーで殴るなとか言って、最初コメント書いてるけど。ピコハンマーで殴るな。俺、カメラ回ってるのに、足場次第殴っとんだけど、まあ。みんなこれ持ったもんで、ね、喜んどるんだけどな。社長、これだったもんで、ね、よかったわ。もう、アンチバンバンだよ。もうアンチ禁止用にしようもんね。まあそうですね。でもそうだろう、でも。そうです、ね。ある程度は辛抱じゃないけど、はい、まあそういう縦社会だよな、そうです、ね、ここはな。気に入らないやつ別に払わんでもいいし。まあそうです。で、まあ YouTube とかやってるとな、普通の子が見るけど、普通じゃないもんな。もうそれ普通だったら俺です。普通じゃないやつが集まっとんなもん。面接来ても履歴書もところのやつばっかだろ。そうです。僕もそれは言えないですね。履歴書もいいだろ。いや、持ってこいって言ったんですけど、持ってこい。忘れてきましたね。お前よ。もう。そんで採用することじゃないな。まあ、確かに。それで当たり前だしな。そうですね。まあ、顔を見て、ああ、育ってそうならいいなっていう。すごい。他にね、面白い。お前、解体やってたんだろ。はい。よくあるのは、でも、安全帯でね、はい。レッカーとかね、カチャンってやってた。ああ。やられたりとか。そんな、俺若い時もしょっちゅうだ。でも、うるさくないもん。重機の運転手も平気でやるもんから。おぉーとか言ってお前40メートルぐらいされたの。普通だったよ。マジっすか。いや突き落とすとか普通だったもんな。ネットの上に突き落とすとかなんか。でも僕最初の頃入った時にそのびっくりしたのが、うん、そのパレットあるじゃないですか、うん、足場資材入れるその鉄のパレットがあるんですよ、うん、まだマンション組んでていきなりマンションの上まで上がる時に僕らエレベーター上がったんですけど、うん、トシ君がめんどくせえって言い始めて、パレットのあるこれ入ってきて、アメさんいいよって。それやばいぞ、多分。でも、だいぶ前です。昔な。昔。うちの会社じゃない時な。そうですね。
まあ、上司じゃないけど、ね、そうそう、お前は前知り合った時の話だ。前知り合った時の話、うちではないな。そんなうちではないはずだよ。じゃあ俺もうちの会社だよな、さっきの話があると思う。うちの会社そんなことせんや。しんせん。うちの会社はそういうことを一切しません。いたしません。はい、じゃあ、まあ、子供かな。じゃあ今日は移民の世界を当たり前か、だからもうアンチコメントでしょうもないこと言わんねえね。今日も3、4分ぐらい消したかな。英語で言ってくれるぞ。ありがとうございます。英語で言ってくれる人は何までおらんぞ。ありがとうございます。じゃあせーの、また来年。頑張れ。